また木を取って、あとはワークベンチですね。それを作ろう。ここら辺の木でやっちゃいましょう。今10月ですもんね。ヘラジカの発情期はいつまで続くのこれ。まあでもヘラジカもそんなに近づかなければ全然脅威じゃないんで。一応うなり声も上げてましたからね。まあなんとかなるな。対処はできますね。あ、弾。よしよしよし。ライフルとかも、でもライフルは、なんか鉄の破片か、皮が必要なのか。ライフル楽そうだな。意外と弾は溜まってるんですよね。あ、そこレベル4オオカミがいる。そこにいたか。あ、ブルーベリーなんかいっぱいなってんな。10月ブルーベリーが実る季節なのか。もう木がないや。ワークベンチかな。ワークベンチ作りたいですね。あー広い。家広いですね。快適。これもう食べちゃおう。玉も増えたし、玉だいぶ増えたな。あ、775、ちょうどですね。ストーブとかも暖炉か。うわー、皮3枚必要なんだ。先こっちかな。こっちの方ができるな。あと4つあればいいのか。木がもう少しですね。釣りしとくか。意外とお腹はいい感じだな。ちょっと釣りしましょうか。まあ10月でも日中は16度くらいあるんだな。まあ木が大量に必要そうだな。日中も凍えるくらいになったら、わあ雨降ってきた。雨降るともう日中でも寒いんですよね。あ、来た。よし。あー、小物ですね。残念。まあないよりかはマシだけど。はい、食べちゃおう。はい。小物が釣れた。はい、はい、焼きましょうか。まあ、また後でやるか。ドアつけて土台1個やって、そこで釣れるようにしてもいいのか。それか斜めランプ置いてやればいいか。ここドアにしてもいいかもしれないですね。そうしよう。雨の時に釣りができるようにすればいいか。で、魚食べたらワークベンチ作りましょう。はい、食べる。よしよし、これでいけるかな。作業台か。作業台を、あ、なんだ、質量っていうのが足りない。あ、これ先に作んなきゃいけないの。嘘。何これ。うわー、また電力使う。でもこれ作れば次作業台いける。ようやく。まだ必要なものがありましたね。また燃料はな、使わなきゃいけないですね。あ、できた。何これ。何これ。あー、基地全体の質量ってこと。なんだそれ。なんかそういうのもあるんですね。電力とは別に必要なんだそれが。いやー大変だな。まあいいや、ちょっと取りに行くか。寒いかな。これでも取らないと火も起こせなくなるからな。ワークベンチ作りたいですね。何ができるか確認したいんですよね、ワークベンチで。あ、多分その次はかまどとかかな。でもあとは冬に向けて暖炉も、わざわざ暖炉があるってことは相当寒いと思うんですよね、冬。まあ、暖炉作るための皮がないから、オオカミを狩るか。ただ、ハンターの襲撃に備えて、弾は残しておきたいんですよね。
なんかさっき狼の攻撃結構大振りというか隙がある感じだったから避けれんのかな、うまくやれば。そんな気もしてきたな。槍とかあればいいんですけどね。あ、雨降ってまだ気温は大丈夫ですね。明日あたりには11月とかなっちゃうのか。12月になったら厳しそうだな。なんか木を大量に集めたい。なんだかんだで木はかなり使うんですよね。あー寒くなってきた。6度から凍え始めるんで耐えらないと。お、よし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 、羽もゲット、ありがたい。あ、イノシシがいるな。 HP 高いですね。120は厳しいな。襲ってきますよね、イノシシも。HP の上限値が低いから、本当1、2発でやられちゃうんですよね。あ、ちょっとあったかいんだな、こっち側。なるほど。山に近いから余計寒かったのか。寒いとそうだ、タンパク質が減っちゃうんだった。なるべく温まってた方がいいんですよね。あ、でもだいぶ取れたな。よし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 。バイオ燃料も2つぐらい入れてまた稼働させなきゃな。500になったらやりましょう。無駄ができない。ほんと無駄なことできないですね、これ。作業台が10必要ですもんね、板が。まあなんとかなるか。ここら辺の木取ってくるか。活動できるときに活動しないと夜とか身動き取れないですからね。取れるものは取っときましょう。あ、そこ箱開いてんだ。いやー寒いの？嘘。もう日沈んできたか。あー、いる。クンクンしてんな。来た。ハンターやばいな。うわー、撃ってきた。ちょっとやばい、危ない。弓矢が、あー危ない。ちょっと武器武器もう勘弁して。早くないですか、ハンター。ショットガン、これとこれ。あー燃やしてきた、なんか。あー火炎瓶火炎瓶投げてきたぞ。壊される、壊される。ちょっと待って、やばいやばい。それやばいな、それやばいって。ちょっとダメだってそれ。あー壊される。あー待って待って待って、またなダメだって。来い、こっち来て。なんでこっちが出てこないの。どこ行った。やめてやめてやめて、ほんと。よいしょ、直しながら。あ、オッケーオッケーオッケー。あー土台が壊れる。これ壊れたら大変。あーもうないぞ、出てやるしかないな。あー、矢がいっぱいある。帰った？帰った？矢回収。帰ったか。あー。あー、でもこっちが撃たずに帰ってくれたかな。どうなった？あ、矢回収できましたね。ハンマーあってよかった。助かった。火炎瓶やばいですね。で、これもあってよかったですね。他は？他は？あ、ここがちょっと壊れてるのか。ハンマー、ハンマー、ハンマー、ハンマー。これきつすぎる。とりあえず全回復させとけば、どうにかなるな。ハンマーが命綱だった。とりあえずちょっとこう、丸太集めましょうか。常に丸太ないと、もういないですよね、多分。帰ったな。
手持ちの武器はなくなったのか帰ったっぽいな。どっかでのたれ死んでくれてたらいいんですけどね。ああ取れない。いやー火炎瓶投げてくるんだ。相手の武器豊富すぎませんこれ。こっちが生きてるだけでカツカツなんですけど。あーでも節約できるな。ある程度攻撃していくと帰るな相手。それが分かった。いやー結構耐えられるようにしとけばいいか。それ重要ですね。いやでもあっち側のハンター多分第一ハンターですよね。まあ、次第二ハンターも来るんだろうなこの感じだと。あー寒いから買いたいけど、木重要だな。木がなかったら完全にあの壁壊されてましたね。そしたら大損害だったな。箱チェストとかも壊れてないか見ないと。チェストとか移動させるか真ん中らへんにないとやばそうだな。二重壁とか作んないと。壁二重とかにすると良さそうですよね。矢がいっぱい取れたんでいいんですけど、チェストは大丈夫、チェストは大丈夫だったのか。あー危な。あーでもちょっと弾節約できて、矢が回収できたのでかいな。半分置いとくか。15あって、いやー丸太ストック必要ですね。ストックがないとダメだ。あーもうこれ食べるか。ここらへんこれも1個食べよ。やっぱ寒さでタンパク質がガンガン減っちゃう。あーもう500になるんで、そしたら発電機回して750まで貯めて作業台作ろう。ハンマーの耐久値よく見とかな。あーでも全然いけますね。アップグレードもしたいな。頑丈にしたいですね。よし500になったんで稼働。これで750までやって作業台か。多分次いけますよね。え、120必要なのこれ。ちょっと待って。これどうやったら質量貯蔵、基地の全質量、これは何なの。何をすればいいんだろう。足りないな。あ、電力を必要、これか、これが必要だ。電力を質量に変換する。ただこれも100必要だぞ質量が。どうすればいいの。これもう1個作れってこと。そうなるとちょっと止めよう。え、これ電力を質量。なんだ質量って。もう1個作るか。じゃあよくわかんないけど作んなきゃダメっぽいな。どんだけ使うのこれ。いやほんと過酷な感じになってきたな。もう冬も来ますもんね。どうなるんだ一体。とりあえず質量を、あーなるほど、300これでいけるようになったってこと。300まで増やせるってこと。これたまってんな。いやーこれ質量ファブリケーターっていうのが必要かもしれないですね。朝になったんでちょっと釣りしてから探索するか。質量が100溜まればいいんですけどね。そしたら電気を質量に変えるなんか装置が作れるっぽいんで、まあいいや。とりあえず狼ちゃんがいるな。狼ちゃんやる？ショットガンでやっちゃいましょうか一回。
3発分か。あ、どっか行くかな。どっか行ったな。一応護身用に持っとくか。はい、かかったかな。あ、でかいかも。パイクかな。来ましたね。パイクだな、これ。いいんじゃないですか。はい、おお、でかいでかいでかい。バイクでかい。そこにいるんだよな。あ、腐った肉になってる。嘘。それ腐った肉というか昆虫ですよね。幼虫腐るのか。とりあえず箱も拾っていくか。あ、いいものが。あー、いいですね、ブルーベリー。いや、なんかもう罠はいらないかな。正直大物は釣りの方が取れるかな。切り身、これ食べたらいきましょうか。食べちゃいましょう、2つとも。はい、まあそこそこお腹いっぱいになって、まあ順調にこっちも上がってますね。このまま上がってくれることを祈りつつ。これ邪魔ですね。一回弓で撃ってすぐ切り替えるか、ショットガンに。外れた。当たった。よいしょ。これ一発かな。まあショットガンの弾一発でやれんだったらいいか。肉一個だけか。レバーは入れときましょうか。まあショットガン2、3発あればクマも倒せそうだな。ショットガンの弾作りだな。もうピストルの弾は作んなくていいですね。弱いからな、ほんと。箱でショットガンの弾とかで。あー、ハンターの家、同じような作りなのか、これ。あれも2階建てになるのか。じゃあ嫌ですね。ほんと嫌だな。あー、箱がある。いや、ここのルートは箱がいっぱい取れるからな、やめてほしいですね。あ、皮が取れた、ありがたい。いやー、できてきてんな、ほんと。今どこにいんだ。その朝ごはんもらえそうじゃないですか。あー、いたいたいた、ハンターいた。逃げましょう。銃持ってた。ショットガンの弾量産して襲うのもありですよね。多分ショットガンだったら勝てると思うんだよな。火薬を集めよう。箱集めだな、何にしても。何をする。あ、弾薬箱。いやー、9mm。拳銃の弾はいらない。完全に家を壊したりとかしないと。ベッドとか置いてんのかな。それ壊せばハンターいなくなるのかな。ずっと残ってんの厄介ですよね。あー、箱がある。弾薬箱ですね。ショットガンの弾来い。あー、まあでも火薬が来たな。いや、これ遠くに遠征中に家とか襲われたら壊されますね。それ対処方法ないですよね。どうすればいいんだろう。一応これ作って土台をもう一個置けばいいか。あとは置けますよね、これ。置き方どうしよう。こうして一度外すか、こうするか。一応プライベートが守られるようにして。あー、ドアを作りましょう。あー、寒い寒い。まあ、これも後でいろいろ拡張していけばいいですもんね。そういえば質量はどうなった。あ、100になりますね。あと4か。なんとかなりそうで、ここで釣りをすると。あー、なんか変な壁作っちゃったな。こんな半分の壁みたいのもあんの。間違えた。なんか屋根作るか。なんかここで釣りして取れんのかな。
これ今まずい状態だな。よし、ドアを、はい、ここが釣り場ですね。